メリークリスマス。ようこそマランナサグレイズフェロシップにいらっしゃいました。今日のこの日を、心待ちにしていた皆さん、本当に主の恵みによってコロナ禍にあっても迎えることができました。そのことを改めて感謝して、そして例年のような形で、盛大にというのは礼拝の後にたくさんのご馳走を持ち寄ってポトラック形式で食事を共にするといったこととか、あと午後のいろいろな特別なイベント等はやはり感染予防のために、防止のために自粛するということを決めておりますので、この礼拝のみの通常通りの日曜日のような形になりますけれども、それでも最初のクリスマスというのは実に質素なものであったということ、ごく限られた少人数の人たちのお祝いであって、ささやかなものであったということ、シンプルなものであったということを思い、改めて2000年前に思いを馳せて、この時をイエス・キリストを中心とした時間として皆さんで守っていきたいと思います。ですがいつもと違うクリスマス礼拝ですので、クリスマスの特別なイベント、プログラム、用意しております。はじめに、動画を見ていただきます。いつもそうなんですけれども、クリスマス用の動画、普段とちょっと違うタイプのもの、それを1本ではなくて、合計3本、見ていただきます。ですから最初ちょっと動画を見るような時間になります。で、そのうちの一つは、ジョン・パイパーという、皆さんも顔を見ればわかる、アメリカの牧師のクリスマスのショートメッセージ、英語ですけれども YouTube のものから撮って、そこに、日本語の字幕が出ます。小さい字なのでもしかしたらちょっと見づらいかもしれませんが、これもまた後ほど礼拝動画の方に組み込まれてアップロードされますので、その際にはちょっと大きな画面で見ていただければと思います。ここも十分大きいので、見えると思うんですが、ただちょっと早いかもしれないので、早ければ、家で、静止しながらですね、確認しながら見ていただければと思います。ですからまずはジョン・パイパー牧師をゲストスピーカーに呼んで、でその後またスペシャルミュージシャンを、日本人のミュージシャンを呼んで、クリスマスにちなんだ歌を皆さんにお届けしたいと思います。その後はクリスマスキャロルの私たちによる賛美という形になって、そしてクリスマスメッセージも今日は用意しております。また後ほどアナウンスメントの時にも皆さんにいろいろと分かち合いたいことがありますので、その時をしばらくお待ちください。ではまず暗くしまして、今から一本動画を見ていただいて、でその後に、ごめんなさい、そのちょっと段取りが間違えましたけど最初動画を見てから私ここに立つ予定だったんですけど、ごめんなさい、いつもと違うのでちょっと緊張してますね冗談です、緊張はしてないんですけど、ちょっと頭がうまく回ってなかっただけです気を取り直しまして、最初にちょっと可愛らしい動画見ていただいて、その後改めて私ここに戻ってきますので、そうしましたらまたお祈りをして、でその後ゲストスピーカーのメッセージという形にしたいと思います。では動画の方をご覧ください。これから何の季節がやってきますか？クリスマス。クリスマス。イエーイ、正解、すごいじゃん。クリスマスのどんなところが好き？全部好き。全部好き。一番好きなのは雪が降ってくるところ。ご飯食べれること。ああ、ご飯食べれることか。クリスマス、今年は何が食べたい？クッキーが食べたい。ブルーベリーケーキ。
温かいスープとお米だけ、白のご飯。クリスマスプレゼント、今年は何をお願いするの？水中メガネ、アンパンマンのアイスクリーム、カメラ、エルサの服が欲しい。パパとママもプレゼントもらえたら嬉しいと思うの。まずパパに何あげたいと思う？カメラ、どんぐり、カメラ。ママはママだったらカメラ。ママはカバンが好きだから、水色のバッグ。手紙。お手紙。おう、どんなこと書くの？お父さんとお母さん大好き。あーすごい。ちょっと質問変えようかな。クリスマスって何の日？わかんない。誰かの誕生日？誰の誕生日？イエス様の誕生日の日。イエス様ってどんな人？誰？優しい人だと思う。イエス様の、こう、ママとパパって誰だか知ってる？違うな。誰だっけ？マリア様とヨセフ様。どこで生まれたか知ってる？横浜病院。違う！馬小屋？馬小屋っていうと、もちろんお馬さんもいたと思うんだけど、うん、他にどんな動物がいたと思う？牛、馬、羊。他にはウサギ、ラクダ、パン、猫、ゾウ。イエス様は、みんなにどんなことをこう、教えたと思う？お友達を愛しなさい、みんなを愛しなさい。お祝いするのって、こう、なんでだと思う？イエス様のために。イエス様のお誕生日だから。みんなを愛してたから生まれてきた。イエス様の誕生日をお祝いするから。そうか、だからクリスマスはお祝いする。メリークリスマス。はい、どうぞ。いいかな。ミツカイカズリエルです。はい。クリスマスの、聖書箇所、ミツカイのところを読ませていただきたいと思います。ルカの福音書の2章じゃなくて一緒ですね。申し訳ない。怪しい見つかいですね。見つかいは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると見つかいは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことが起こるでしょう。私は男の人を知りませんのに。見つかりは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれます。では、この後
ゲストスピーカーのジョン・パイパー牧師にショートメッセージ、今の箇所にちなんだところを皆さんに聞いていただきたいと思います。再び電気を消しますので暗くします。The angel of the Lord came to Mary and said, Greetings, O favored one, the Lord is with you. And of course, Mary was startled and perplexed. And then the angel said, Don't be afraid, Mary. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you will call his name Jesus. And he will be great, and he will be called Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over his kingdom forever, and of his kingdom there will be no end. And Mary was humbly stunned and said, How will these things be? For I'm still a virgin. And the angel said, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child in you will be called Holy, the Son of God. Christmas means that a king has been born. Conceived in the womb of a virgin. And this king will reign over an everlasting kingdom. And that kingdom will be made up of millions and millions of saved sinners. And the reason that this everlasting virgin-born king can reign over a kingdom of sinners is because he was born precisely to die. And he did die. He died in our place and bore our sin and provided our righteousness and took away the wrath of God and defeated the evil one. So that anyone, anywhere, of any kind can turn from the treason of sin to the true King and put their faith in him and have everlasting joy. So if that's you, and me, then you will live forever in joy, and I will live forever in joy, because our King reigns forever in joy. So mark this well, this Christmas, and let us love our King with great joy. イエスが生まれた僕のために全てを捨ててこの世に来られた。だから歌おう、心からの喜びの歌、変わることないその愛を。イエスが生まれた君のために、全ての人に愛を示すために、だから歌おう、心からの喜びの歌、消えることないその愛を。あなたは誰よりも低くなって死にまで従われた。その恵みで今日も生きている。あなたとずっと共に。イエスが生まれた
低くなって死にまで従われた。その恵みで今日も生きている。あなたとずっと共に。イエスが生まれた僕のために、全てを捨ててこの世に来られた。だから歌おう、心からの喜びの歌。変わることない、その愛を。聖書の歌詞をお見せします。先ほど聞いた歌にちなんだ聖書箇所、まあ、この聖書箇所にちなんだ歌と賛美の歌となっておりましたけれども、そちらをお見せします。フィリピ人への手紙2章6節から、フィリピアンチャプター2 verse 6、キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。これもクリスマスの聖書箇所となっております。このクリスマス礼拝、イエス・キリストの降誕、それが歴史的事実であって、そしてその降誕の目的は何であったのか、私たちのためであるということも繰り返し今聞かされてきたかと思います。先ほどのジョン・パイパーのメッセージ、まあ、ちょっと字幕に一部誤りがありましたけれども、英語でバージンというところ、そこは処女と訳されるところがヤモメというふうになってましたので、そこはちょっと訂正しておかなければいけません。まあ、彼が間違えたんじゃなくて、字幕をつけた人のミスなんですけれどもね。まあ、そういう不思議な、驚くべき、神が人となるという、とても信じがたいような奇跡、それがクリスマス物語に起こったことです。実際にイエス・キリストはこの歴史に介入してくださって、今年2020年、それはイエス・キリストがこの世に来られてから2020年、約2020年という、そのような年となって、イエス・キリストは今も今日も変わらず生きておられ、この礼拝にも中心にいてくださるお方であるということ、今からの時間を通して知っていただき、感じていただき、そして確信していただき、確信していただきたいと思います。これよりいつもの賛美チームが、マラナサグレイスバンドが特別賛美を捧げます。初めて歌う曲ですけれども、
Love came down という愛が降りてきたというそのようなタイトルの曲になっております。皆さんの手元の集報にもそれにちなんだ言葉がいくつも挙げられていますので、愛が天から降りてきた、目に見えないその愛が目に見える形でこの地に降りてきたという、それが素晴らしい良い知らせである福音であるということが言われておりますので、ぜひその愛が今ここにも降りてきて、ここに満ち溢れるんだということ、実体験していただきたいと思います。
皆さんと一緒にお祈りを捧げたいと思いますけれども、ここでちょっとご起立をお願いして一緒にお祈りさせていただきたいと思います。体の不自由な方はそのままおかげになって結構です。いいでしょうかね。はい、ではお祈りいたします。天の父なる神様、神は愛なりと、あなたは聖書の中にご自分のことをそのように紹介してくださっております。そしてその目に見えない愛が2000年前のクリスマスに私たちのところに降りてきて、私たちに見える形で、感じられる形で、体験できる形で来てくださいましたこと、心から感謝いたします。その愛こそ神の一人子イエス・キリストであるということを私たちは信じ、そしてその愛によって今愛されていること感謝して、これから引き続きあなたに賛美を捧げ、私たちのまた愛を応答としてあなたにお捧げいたします。どうかあなたの皆が崇められますように、あなたの栄光が表されますように、そしてあなたがどのような偉大な素晴らしい愛に満ち溢れた神であるのか明かしされますように、この礼拝を用いてください。オンライン礼拝で画面の向こうで共に礼拝を捧げている兄弟姉妹たちも、どうかあなたがその愛を持って今積み込んでくださいますように、病室にいる者たち、一人ぼっちの孤独を感じている者たちも、あなたが今そこにおられること感じることができますように、癒しが与えられますように、満たしが与えられますように、あなたを求めて最後まであなたから目を離すことがありませんように、改めましてここにいる一人一人にあなたは御子イエス・キリストをクリスマスプレゼントとして与えてくださいましたこと感謝いたします。まだ受け取っていない方がいらっしゃるならば、どうかこの日に小さな子供のように喜んでそのプレゼントを受け取ることができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ではおかけください。この後引き続き、今度はマナナサ・グレイス・シンガーズによる賛美リードとなっていきます。クリスマスキャロルを一緒に捧げるように準備していただきましたので、また皆さんと声を合わせて心を合わせて賛美の生贄として捧げていきたいと思います。次は特別賛美として久しく待ちにしをお捧げいたします。お聞きください。
では次の2曲は皆さんご一緒に賛美いたしましょう。
翼の折れたエンジェルです。今からこれはアナウンスしなかったんですけれども、特別演奏、これはフルートの、デュエットになります。で、曲についてはまたスクリーンの方にタイトル出ますけれども、皆さんにお配りしている週報の方にも、その曲の紹介もされております。誰もが知っている曲です。でそれを、フルートで、まあ、デュエットなので2人の方に、今から主に捧げるべくですね、ステージに来ていただきます。でその2人というのは、沢ちゃんと忍さんです。まあ、忍さんがフルートを吹くのは皆さんよく知ってると思うんですけれども、沢ちゃんもフルートを習い始めてまだ半年と聞いております。それでも、クリスマスにぜひ捧げたいということで、準備をしてきました。まあ、沢ちゃん中学生ですけれどもね、私も中学生の時に、かつてフルートの貴公子と呼ばれていた記憶がちょっとだけフルートやったことあるんですけどね、そんな簡単なものじゃないです。音を出すだけでも結構、大変で、まあ、そこで音がうまく出なくて挫折してしまう人も、たくさんいるんですね。そうした中にあって、主にお捧げしたいという気持ちで練習も積んできました。ぜひ楽しみにしていただいて、皆さんは、この、フルートを聴きながら、心の中で、この救い主の誕生を喜んでいただいて、一緒に、心を持って賛美を捧げていただきたいと思います。では、準備ができ次第、聴いていただきます。以上をもちましてと言いたいんですけど最後に、私の方で、クリスマスメッセージを用意しましたので、そちらを皆さんにお分かちして、今日のプログラム、最後締めくくっていきたいと思います。一旦換気をしますのでちょっと寒いんですけれどもね、ちょっと換気のために数分、開けますので、少しだけ、耐えていただきまして、でもしお手洗いとか行きたい方いらっしゃれば、この時にさっと済ませていただいて、また礼拝堂の方にお戻りいただきたいと思います。寒くない？じゃあ子どもたちはここでキッズチャペルの方に移動してください。いいですか？はい、お待たせしました。これよりアナウンスメントをいたします。まず入り口のところで皆さんは週報とともにクリスマスのプレゼントを
先にお受け取りいただいたと思います。こういったものですね。で、中身は、まあ、透明なのですぐ分かると思うんですけれども、手作りのクッキーと、そして手作りのコースター、カップなどを置いたりするコースターですね。そしてもう一つは MJF オリジナルカレンダーというものが入っております。で、このカレンダーはですね、こちらの後ろのスクリーンに毎週毎週いろいろな風景写真出るわけですね。地元の写真、私たちの街道には窓がないので、そうした写真を通して何か自然を感じて、圧迫されない、開放感を感じていただくように、毎週毎週、週替わりの写真を載せて、見せていますけれども、まあ、その中から厳選したものを12ヶ月分挙げていまして、でそこに信玄の言葉を、12ヶ月分載せてあります。今年1年間ずっと信玄を皆さんと一緒に、学んで、信玄と共に歩んできました。それらの言葉を載せてあります。で裏面にも、またいろんな名言集も、こちらもスクリーンの方でも、お見せしたものも、多数含まれております。そうしたものまた後で中身を見ていただいて確認してください。でそこに教会の案内もついておりまして、で、私の名前もちっちゃく出てるんですが、菊池の地が地変なんですけど、地面の地なんですけれども、それが山水の池の方になっていますけれども、それはどうでもいい間違いですので気にならずに、私の名前ではなくてイエス・キリストの名前がはっきりと、くっきりと、間違いなければ全く問題ないので、そこは一応皆さんにお知らせしておきます。でもし、このカレンダー他の方にもぜひ差し上げたい、プレゼントしたいという方いらっしゃれば後で申し出をしてください。皆さんにもプレゼントとして教会から、クリスマスに、したものですけれども、皆さんがぜひ、これを他の誰かに、差し上げたいということであれば、余分に、印刷してありますので、またその旨を申し出てもらいまして、年内に、もしどうしてもという方は今日中にできたらお取りいただいて、まだ来週ありますのでね、もし中身見てからという方がいらっしゃれば、来週でも間に合います。ただ数が限りがありますのでね、なくなり次第、それで終了ということになります。そして、その袋の裏にですね、ちょっと下の方なんですけれども、もし皆さんが手にしたもので、青色のブルーの小さいシールが貼ってあるものがありましたら大当たりです皆さん 今よろしければ確認してください。青いシール貼ってあるものありますかね。ない方外れってわけじゃないんですけど貼ってあったらですね、こちらの前にステージに置いてあります、シクラメンの鉢を特別に、お持ち帰り、いただけます。でもちろんそれをまたどなたかにプレゼントしたいということであれば、それはそれで、自由に、お使いいただいて構いませんので、こちらも、教会からの、特別なギフトということで、感謝してお受け取りいただきたいと思います。で子どもたちもいっぱいプレゼントをもらいますのでね、たくさん、教会から恵みがあるということを、味わっていただいて、そして何よりも、最大の恵み、それはイエス・キリストであって、今皆さんが手にしているすべては、目にするすべて、聞くものすべてはイエス・キリストから来ているものだということをぜひ知っていただきたいと思います。そしてあとアナウンスメントとしまして、キャロリンさんが手術を受けられて、先週もそのために皆さんにお祈りいただきましたけれども、無事、手術は成功しました。木曜に入院されて、金曜日に、朝から手術を受けられて、今は個室で、安静にしているところだということです。で、今
お気づきになったと思いますけれども、ドラ息子がいません。ドラムを叩くドラ息子ここにいつも座ってるはずの、兄弟がいないわけです。まさき君と言いますね、ジャスティンとも呼ばれてますけど、そのジャスティンの方から、メッセージ、もらってます。今日彼が来れなかった理由というのは、そのメッセージの中に、書かれております。ですからせっかく、彼の方でまとめてもらいましたので、それをここで読ませていただきたいと思います。まず母キャロリンのためにお祈りくださりありがとうございます。無事手術が終わりまして元気にしています。個室でヘリポートが見える部屋でドクターヘリが降り立つのを目撃できたと興奮していました。へそのあたりを手術で回復したそうで、そこが痛いそうですという、元気な様子が、伝えられております。で、その後から正樹君自身のことで、メッセージをもらいました。私が働いているお店の同僚に新型コロナウイルスの陽性者が出ました。その方は感染した近親者と食事をしました。その近親者が陽性と分かったのは食事の後だったので知らないで食事をしました。同僚は濃厚接触者となったので17日に早退をして18日に PCR 検査を受け陽性と判明しました。お店は18日閉店後に消毒を行い、19日土曜日は通常営業をしています。この方と濃厚接触したということで他4人のスタッフが自宅待機しています。ちなみに私は濃厚接触者ではありません。シフトに変更はなく働いています。毎朝体温を測っていますが平熱を維持していますし、自覚症状も今のところはありません。ですが今回はお店で初めてのことでもあり、世間でもどこで出た、あそこで出たと警戒されている方も多いと思います。また会社のホームページにも掲載されるので地域住民で知る方もいるでしょう。会社というのは、別にもう公表して構わないと思いますけれども、すぐ近くの山田電機ですね。クリスマス礼拝は普段来られない方も来るので、その方々が後になってコロナが出た店のスタッフがいたと知ったら余計な心配や不安をかけてしまうかもしれません。それはイエス様の栄光を表さないと思い自粛することを決めました。クリスマス礼拝を大変楽しみにしていたので何とか行けたらなと思って祈りましたが不安もありました。今は自粛と決めて平安があります。接客業なので今後も起こりうることですが、その時はまた主の御手の中で起きたこととして主に判断を委ね祈りながら歩みたいと思います。皆様にメリーキリストマス。糸高きところで栄光が神であるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、ジャスティンことマサキという文面をもらいました。この前に、彼から電話で相談があって、一緒に、祈って、で、これは、神様との関係で、マサキ君が判断するということを、伝えまして、でその返事として電話があって、でこの文面も後から送られてきたということであります。以前からお話している通り、どこで感染者が出てもおかしくない、皆さんの職場でもそうですし、家庭でもそうですし、友人知人の間で、そしてこの教会においても、当然のことながら感染者やまた濃厚接触者が出ても全く不思議じゃない、そういう今状態にあることは誰もが認識しているところかと思います。そのリスクを抱えながら今年もずっとこの行動の礼拝、対面礼拝、対面式の礼拝というのを継続してきました。一時的にオンライン礼拝に切り替えた時期も短期間ありましたけれども、それはごくわずかな期間で、ほとんどここで集まることを中止せずに継続することができました。そのことも改めて感謝したいと思いますが、万が一また自分が感染したとか自分の家族や近しい人たちが感染したということであれば、ぜひまた早めに連絡いただきまして共に祈りますし、また教会は神の家族ですので全力でサポートしていきたいと思います。で前にもお伝えした通り、ここに感染者並びに濃厚接触者が出た場合はその時点でここは一旦閉鎖してオンライン礼拝に完全に切り替えるということはかねてから皆さんにもアナウンスしていますので、いつそうなってもおかしくない、良いように心備えをして、また来週があれば
それが主の御心であるというふうに受け止めていただきたいと思います。ですからまた、この時をですね、持って、マサヤ君のためにも、そしてマサヤ君のお母さんの、キャロリンさんのためにも、共にお祈りしたいと思います。神の家族の祈りを本当に心強く思って、寂しくないというふうにも聞いておりますので、ぜひまたここでお祈りをして、来たくても来れない人の気持ち、痛いほど分かります。言葉に詰まるように、涙ぐむようにして、苦渋の決断をしたということで、彼は今日ここに来ることを避けました。彼と同じ決断をしなければいけないということを言ってるんじゃありません。先ほどから繰り返し申し上げている通り、感染者であればもちろん、もう論外ですけれども、また濃厚接触者であった場合も、これもですね、自分がそうなった場合は申告をしていただいて、その時点で、ここは完全にオンラインに切り替えるという決定を教会としてしておりますので、でもそれ以外の、疑いがあるとか、もしかしたら可能性がと、いろいろ悩み出したり心配し出したらキリがないと思うんですけれども、それについては皆さん個々にお任せしているところです。個々の判断で、当然体調が悪ければもうその時点で、控えることは、別の話として伝えてあります。濃厚接触者が近くにいようといまいと、ご自身の体調が悪い場合は、その時点で、礼拝に集うことは控えていただいていますので、そういったことを総合的に、考えて、最後は祈ってそれぞれに決めていただくという方針で、来ておりますので、そこはこれからも変わらないというふうに思っていただきたいと思います。ではせっかくですので皆さんと一緒にお祈りしてから、クリスマスメッセージをお届けしたいと思います。天の父なる神様、今日クリスマス礼拝をこの場所で、神の家族と共に、そして招かれた特別なゲストたちと共に捧げられますこと、心から感謝いたします。引き続き私たち一人一人を新型コロナウイルスをはじめ、インフルエンザや風邪などのありとあらゆる感染症からも守ってくださいますように、そしてまた私たちがあなたに会って平安をいただいて、目に見えないウイルスを恐れるのではなく、目に見えないあなたを恐れかしこんで、すべてを知っておられ、そしてすべてを掌握してご支配くださる、あなたに完全に信頼して委ねることができますように、オンライン礼拝で礼拝を捧げられることも大きな恵みであることを覚えて、それぞれが感謝してあなたの御前に御霊と真理による礼拝を捧げることができますように、そしてまた、キャロリンさんもあなたによって守られて、無事手術を終えられたことを感謝とします。また症状も緩和され元気になって、また健やかな状態でここに一緒に集うことができますように道を開いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、2022年、いきなり、未来に飛んでしまいましたけど、2020年と12月20日がなんかミックスしてしまいましたね。すみません。2020年12月20日日曜日、この日曜日は主の日とも呼ばれます。そして2020年は主の年とも呼ばれます。 AD という言い方をしますね。アンノドミニというラテン語の頭文字を取って略して AD、 それを日本語では西暦と言ったり、あるいは紀元と言いますけれども、そのアンノドミニというのが主の年、私たちの主の年、主というのはイエス・キリストのことであります。イエス・キリストがこの世に来られてクリスマスから2020年経ったというのが主の年であります。そして日曜日は主の日と呼ばれてますけれども、それは
そのイエス・キリストがクリスマスにお生まれになって、そして私たちのために十字架の死にまで従われて、私たちが負ってしかるべき罪を、また罰せられてしかるべき、その刑罰を十字架の上で代わりに負ってくださって、代わりに死んでくださって、そして、その代償の死が、贖いの死というものが、私たちを、罪から救うというもの、罪の許しとなるもの、そしてそれだけではなくて、そのイエスが自分のために代わりに死んでくださったことを信じる者には、罪からの救い主であるということを個人的に信じる者には、永遠の命というイエス・キリストご自身の命をも与えてくださるという驚くべき良い知らせが伝えられております。これを福音というんですけれども、その福音を信じた者たちがクリスチャンです。そしてイエスは十字架の上で死んで、それで終わったんじゃありません。葬られて3日目によみがえって、その3日目というのが日曜日です。復活の記念日です。ですからクリスチャンは毎週毎週日曜日にイエス・キリストが自分のために十字架かかって死んでくださって、3日目によみがえってくださったという、この素晴らしい知らせを信じて、その知らせをさらに喜んで感謝して、今のような賛美を捧げたり、またいろいろな奉仕を捧げたりして、それに応えているわけです。それが礼拝ですね。そしてそれをあまりにも素晴らしい知らせなので、黙っているわけにはいかない、一人でも多くの人たちにこれを伝えたいという思いで世の中に使わされているのであります。まあ、そのような、きっかけとな、素晴らしいニュースのきっかけとなったのが、今から2000年前の最初のクリスマスであるということ。その前は BC と呼びますね。英語で Before Christ の略であります。キリスト紀元前とキリスト紀元後と、BC と AD ということで、歴史が二分される、それほど大きなイベントがクリスマスである。私たち日本人には、あまり馴染みがなくて、それをごまかすようにして、ヨーロッパの暦だから西暦だとか、またはキリストを省いてただの紀元前とか、そこでキリストを除外しようとして、しまいますけれども、切っては切れないものですね。キリストを切り離しては考えられないもの、クリスマスはまさに最たるものです。キリストマスと書いてクリスマスですね。キリスト抜きではクリスマスはお祝いできないわけです。キリストなしのクリスマスなんてありえないわけです。サンタクロースがいればいいじゃないですか。クリスマスケーキがあったりプレゼントがあれば、それでクリスマスは成立する。ケンタッキーフライドチキンがあればというのが日本人かもしれませんけれども、それは偽物のクリスマスです。キリストマス、マスというのは誕生日という意味ではありません。マスというのはラテン語のミサから来ています。カトリックであればわかると思いますね。ミサというのは礼拝であります。ですからキリストを礼拝することがクリスマスです。毎週毎週私たちはクリスマスをお祝いしていると言っても過言ではありません。で、まあ、誰もが知っている有名な話ですけれども、改めてルカの福音書の2章からこのクリスマスメッセージに対して私たちがどのように応答すべきなのか、知らない人は初めてここで聞くようになると思いますが、知ってる人もほとんどだと思います。でも知ってるだけではダメですね。クリスマスは私たち側から応答する、正しい応答の仕方が求められているということ、この箇所から伝えていきたいと思います。その箇所というのがルカの福音書の2章の1から20であります。ルカチャプター2 verses 1-20、新約聖書の110ページになります。ルカの福音書の2章の1-20。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであった。
ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの番予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって解剖家に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その見つかりと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。見つかりたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘンまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にしていた羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので神を崇め賛美しながら帰っていった。このクリスマスの記事、最初のクリスマスの全容がここにまとめられておりますけれども、無論このクリスマス物語の主人公はイエス・キリストであります。ただ他にも重要な登場人物が出てきました。イエスの母マリア、身重になっていたと紹介されてますが、もう臨月を迎えていつ生まれてもおかしくない、そういう中にあって、住民登録を命じられたの勅令がありましたので、ナザレという自分たちが暮らしていた北の町からベツレヘムという自分たちの先祖がもともと暮らしていたその出身地に南下していかなければいけない。それはかなりの距離で今のように舗装されていない道をロバかなんかに揺られながら行かなければいけない、大変危険な旅であったということです。でその時のマリアはおそらく10代であった、ティーンエイジャーですね。でそれは当時一般的な話であります。で、夫になる人物がヨセフと呼ばれています。伝承によるとこのヨセフはおそらく30代ぐらいではなかったかと言われております。聖書にはその年代について一切触れておりませんが、分かっていることはヨセフは早くに亡くなっているということです。夫に先立たれてマリアは女手一つでイエスをはじめ、その後にヨセフとマリアとの間に子供たちが授かっていくんですね。複数名、男の子たち、女の子と、これも福音書の中に出てきます。で、それらを育てなきゃいけない、夫なしでという状況も、長男のイエスが家族のために仕えて、そして父親のようにして弟や妹たちを支えていったということが福音書から知られますので、おそらくそういったことからヨセフはある程度年齢がいっていて、まあ30代ではなかったかと推測されています。先に亡くなったからといってマリアよりもはるかに年が上だったとも言い切れないんですけれども、まあ伝承としてそういうものがあります。で他にも登場人物が出てきますね。御使いはもちろん、特別な登場人物ですけれども、人間のキャラクターとしては羊飼いたち出てきます。でこの羊飼いたちが何回も出てきます。このクリスマス物語において、重要なメインキャラと言ってもいいかもしれません。そのようにして描かれているのは驚くべきことです。冒頭の方で実名も出てきましたね。2000年前、クリスマスの舞台はローマ帝国によって支配されていました。時の皇帝はアウグストゥス、
有名なシーザーですね、カイザルです、実在した人物です。でもう一人、シリアの総督でキリニウスという人も出てきます。クリスマスの驚くべき知らせは、このような時の権力者に真っ先に伝えられたのではありません。むしろ無名の社会においても仮想にあたる、その辺にいるような羊飼いたちに伝えられたという、それが驚くべきことですね。歴史を二分するほどの重大事件ですから、まずこれは最高権力者であるローマ皇帝に先に伝えられるべきことではないかというふうに人間的には思います。あるいはその他の政治家や、ベツレヘムというところは、ヘロデ大王という人が、ローマ帝国の傀儡の王として、置かれておりましたので、まあ、そういった王様に伝えられたり、あるいは宗教家たちも大勢いました。エルサレムというところもベツレヘムの近くにあって、そこでは神殿があって礼拝が捧げられていたので、そこに仕える祭司と呼ばれているような人たち、そうした人たちにクリスマスの知らせが伝えられてしかるべきだったと思われますけれども、でもそうした人たちには伝えられなかったんです。真っ先に伝えられたのは羊飼いたちであったということ、そのことを今朝皆さんに深く考えていただきたいと思います。で、聖書の中に羊飼いいっぱい出てきますけれども、最初の羊飼いは創世記に出てくるアベルという人です。最初の人、アダムとエバの子供です。カインというお兄さんがいます。で、その弟がアベルと言いますが、そのアベルが最初の羊飼いです。で、その最初の羊飼いのアベルがどのような歩みをしたのかは皆さんはご存知ですから、ここでは説明は省きます。時間の関係上割愛させていただきます。彼は信仰者でした。そして信仰の上に迫害されて殉教しているということも皆さんは知っております。新約聖書にもその名を見て、ヘブル人への手紙の11章にこのアベルの名を見ることができます。彼が信仰によって生きた羊飼いであったと。で、そのゆえに彼は殺されてしまった。しかも実の兄によって殺された。それが最初の殺人事件ともなっております。何か血生臭い、きな臭い話に聞こえていると思いますけれども、羊飼いというものがどういう人たちかということを聖書からまた皆さんにもぜひ学んでいただきたいと思いますね。その後有名なのはアブラハム、信仰の父と呼ばれています。私たちの信仰のルーツと言ってもいいかもしれません。そしてアブラハムの子供イサクで、さらにその子供ヤコブ、アブラハム、イサク、ヤコブというのは族長という特別な立場にある人たちで、イスラエル民族を形作ったその始祖たち、それを族長というわけです。で、彼ら全員羊飼いであったわけですね。で、もちろんそのアブラハムもイサクもヤコブも神を信じる信仰者であったわけです。で、羊飼いの中で最も有名な人物といえばイスラエルの英雄ダビデ王であります。王になる前、彼は羊飼いだったわけです。で、今読んだルカの福音書の2章の4節のところに、ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったのでとあります。ヨセフという、これはイエスの実の父というよりも義理の父、養父になりますけれども、彼はダビデの血筋であった。もともと先祖のダビデは羊飼いであったということ。そのダビデがイスラエルの王になるわけです。ですからイエスは王家の血筋でもあるということですね。羊飼いの血筋、家系でもあり、また王家の血筋でもあって、そして母マリアも実はダビデ王家の血筋であるんですね。ですから少なくとも実の母もまたダビデの血筋であって、王と羊飼いと関連を持つものであるということです。で、旧約聖書において、たくさんの王様出てきますけれども、その王様たちも実は羊飼いと呼ばれております。羊飼いという言い方のほかに、牧者という言い方があります。同じ言葉なんですね。牧者とか
牧師の牧に物と書いて牧者と言います。牧師というタイトルは実は単に羊飼いという意味ですね。全然偉いイメージはないわけです。羊に仕えるもの、それが羊飼いであり牧者であり、また牧師でもあるということですね。でイスラエルの王様もまた牧者と呼ばれているわけです。エゼキエルの34章というところを見ていただくと、そのイスラエルの王が牧者と呼ばれて、その牧者が仕事をしていない、しかるべき仕事をしていない、職務を放棄している、そしてこともあろうに、羊を食い物にしているんだという、神からの非難の言葉が与えられております。でその非難している神様ご自身も自らを羊飼いになぞらえておられます。詩編の23編というところがありまして、これは聖書の中でも最も有名な箇所の一つであります。クリスチャンじゃない方もよく知っている、聞いたことのある箇所であろうと思います。詩編の23編お読みしますから聞いてください。ダビデの賛歌、ダビデの書いた歌です。ダビデという人はシンガーソングライターでもありました。ミュージシャンであったんですね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ダビデ自身も羊飼いでしたけれども、主と呼ばれる神もまたダビデにとっては羊飼いで、自分は羊であるというふうに認識していたわけです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右場に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。まあ、主の家というのは神のおられる場所、教会も主の家、神の家と呼ばれています。神ご自身もまた羊飼いと呼ばれて、そして神を信じる者も羊というふうに見なされております。ところが新約聖書の時代になると、この羊飼いというのは身分の低い者に脅されてしまうわけです。羊飼いの仕事は卑しい仕事である。かつてイスラエルの先祖たちが担ってきたその羊飼いの仕事、かつてイスラエルの王たちが羊飼いと呼ばれていた、その旧約聖書の時代とは打って変わって、新約聖書の時代は羊飼いというのは卑しい仕事をする人たち、社会的にはランクがかなり低いところに身を置く人たち、蔑まれていたわけです。社会ではあまり信用されていないような立場にあったと文献は記しております。なぜそうなってしまったのか、羊につきっきりなのが羊飼いです。なかなか人と交わらないわけです。生き物を扱うということはそういうことですね。生き物を飼うとやはりそれに縛られていくわけです。ペットを飼っている方も分かると思いますね。常にペットの世話がいる、物も言えませんし、常にケアしてあげないと、羊に、一番近いところにいないと、いつも羊の様子を見ていないと、病気になったり、また弱ってしまうわけですね。ですから羊飼いは付きっきりでいるわけです。人とあまり接点を持たない、接触しなくなって、社会からだんだん離れていくような存在に見なされていくわけです。で、2000年前の新約聖書の時代、支配層にあったのが、イスラエルにおいては宗教家たちでありました。というのはもう王はいなくなったわけです。ローマ帝国によってイスラエルは支配されていましたから、その王というのはローマ帝国の言うことを聞くローマの犬、ローマの傀儡の王様であって、名ばかりの王だったわけです。その中にあって民を実質支配していたのが宗教家たち、祭司とか、他にもパリサイ人とかサドカイ人とか、いろんな立法学者といったタイトル新約聖書に出てきますけれども、彼らが一般市民を支配していたわけです。で、その彼らからすると羊飼いというのは町にも出てこないし、神殿にも出入りしない、宗教儀式儀礼にも頻繁に参加しない、ずっと羊と付きっきりなので、
彼らは卑しい人たちである。自分たちと付き合いがないからですね。そうやって見下してきたわけです。で、それを社会も受け入れて、羊飼いたちは気がついたら下層階級に身をやつしていたわけです。かわいそうですね。というのは彼らが手塩にかけて育てた羊たちが実際に民にとって大きな利益をもたらしていたわけです。羊毛もそうですけれども、羊も食べますし、また羊は重要な生贄の動物となるわけです。羊飼いたちが手塩にかけて傷がないように大事に育てなければ、それは神への生贄としてふさわしくないとなってしまって、神礼拝も支障が出てくるわけです。ですから本来であれば宗教家たちにとっても、また一般的に神殿に行って動物の生贄を捧げることによって礼拝を捧げる人たちにおいても、羊飼いの仕事は必要不可欠でありがたいものであったはずなんです。にもかかわらず羊飼いたちは自分たちで神殿にもやってこない、宗教儀式にも参加しない、人とも付き合わない、そうやって距離を置かれてしまうようになって、身分が低くされてしまうわけです。そういう人たちであったというイメージを今皆さんに持っていただきたいと思います。ですからこれは驚くべきことなんですね。クリスマスのメッセージが羊飼いに真っ先に伝えられた。社会から認められていないような人たち、身分が低い人たち、蔑まれている人たち、理解してもらえない人たち、分かってもらえない人たち、はみ出し者とされるような人たち、あるいは本当に何の取り柄もないただの人、凡人と呼ばれる人たち、それが羊飼いなんです。その彼らにまずクリスマスのメッセージは伝えられたということです。これは良い知らせです。というのは、ここにいらっしゃる皆さんも私も含めて皆そのような者たちであるからであります。で、羊飼いたちはその時何をしていたかというと、羊の世話をしていたわけです。日常の職務をただこなしていただけです。クリスマスの特別な日に何か特別なことをしていたんじゃないんです。日々のただルーティーンといいますかね、毎日しなければいけない仕事をただこなしていた。ですから何にも期待してなかったわけです。朝起きて車に乗って職場に向かう、そして職場に行って決められたことをして、また決められた時間になったら職場からまた車に乗って家に帰る、そういう日々の生活の中に何か特別なことが起こるなんて期待もしないで、とりあえず与えられている職務をこなしていくだけ、そういう感覚で羊飼いたちもいたわけです。で、ここでは夜の時間帯、夜番をしていたとあります。羊飼いですから、24時間営業です。羊たちのためにですね、常に目を見張っていなければいけない。特に夜は危険ですね。狼やまた熊や獅子、ライオンといったものが害獣としていましたし、また野党と盗賊もいたわけです。ですからそういった者たちから羊を守らなきゃいけない、夜番をしていたわけです。ですから常にその時間帯は警戒していたということですね。でもそれもまた普段の日常の業務だったわけです。普通のことをただしていただけです。当たり前のことをしていた。それ以外のことは何も起こっていなかったわけです。ところが9節見ていただきますと、verse 9、すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。するととありますけれども、普通にただいつもの仕事をしていたら突然予期もしないことが起きたわけです。想像してみてください。毎日毎日変わり場のない日々を送っていつもの仕事をしているところに突然主の使いがやってくるんです。何の期待もしていないところ、皆さんも多分非常にびっくりすると思いますね。期待していたらまだ心の準備もできているので、それほどショックを受けたり戸惑ったりパニックを起こすことはないと思いますけれども、もう大体もう毎日のやってることですから、この時間こうなってああなってと大体想像しながら自分の中で、分かってやってるわけです。でも突然いつも見られないようなことが起こったわけです。主の栄光が、光り輝くようにして描かれてますね。光としてもう夜を全く、昼間にしてしまうほどの
闇がすべて逃げ去ってしまうほどの、超自然的な驚くべき、現象がここに起きたわけです。奇跡ですね、これも。で、10節見ていただきますと、その時に、主の使い、御使い、天使ですね、さっき私がそれに、扮したわけですけれども、でこの御使いは恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせるのです、知らせますと、非常に恐れたという状態から大きな喜びに転ずると言っているわけです。非常にという言葉と大きなという言葉は原文では全く同じ単語が使われております。原文というのはギリシャ語で書かれていまして、ギリシャ語ですとメガスという言葉です。メガスというのは英語のメガの語源でもあります。大きなという、その同じ言葉が使われていて、それは大きな恐れと大きな喜び、対照的ですね。それが一瞬にして、変わると、大きな恐れから大きな喜びに一瞬にして転ずると、私たちも予期せぬことが起こると非常に恐れます。どうしてこんなことが、なぜとか、もう訳は分かりませんと非常に恐れますね。でもそれが次の瞬間非常に喜ばしいことに変わる。大きな恐れが大きな喜びに瞬間的に変わる、そういうことが起こりうるということをこのクリスマス物語は伝えております。ずっと恐れっぱなしじゃないんですね。恐れがさらに募って、さらに恐れに支配されて縛られて、もう完全に恐れに降伏してしまう、ひれ伏してしまう、まあそういう一生涯ビクビクしながら生きるような生き方から、一瞬にして大きな喜びに転ずる生き方に変わると。すべて喜びです。いつも喜んでいられる、そんな驚くべきことが起こるのがクリスマスなんですね。今ルカの福音書の2章というところをお開きいただいておりますけれども、そこにちょっと指を挟んでいただきまして、新約聖書の後ろの方にヨハネの手紙第1というところがあります。まあちょっと聖書あまり馴染みのない方においてはすぐ開くことは難しいと思うので、聞いていただければ結構です。開けるんであればヨハネの手紙第1ヨハネと言います。4章の18節、483ページになります。そこにこういう言葉があります。愛には恐れがありません。全き愛は、パーフェクトな愛は恐れを締め出します。全き愛じゃなければこうならないんですね。完全な愛でなければ、不完全な愛、欠けのある愛では恐れは締め出せません。でも全き愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全きものとなっていないのです。突然主の栄光が光り輝いて、そこに光の御使いがやってきて、それはもう驚きですね。パニックです。何が起こったのか、罰が当たったんじゃないか、もう死んじゃうんじゃないか、当然戦慄が走って、生きて心地がしなかったはずであります。何か悪いことを してしまったのだろうか、あの時のことがまさかここに来てとか、まあ、いろんなことを走馬灯のように思い起こしたかもしれません。罪悪感に苛まれたり、こんなこと起こったのはやっぱりあの時のことが原因であると、あの時あんなことを言ってしまったから、やってしまったから、あんな仕打ちをしたから、あんなごまかしをしたから、あんな罪を犯したから、こういう悪いこと、こういうショッキングなこと、想定外のことが起こったら、私たちはすぐにそのような恐れに縛られてしまいます。でもその恐れを締め出すのが全き愛と呼ばれてますね。光を恐れるのは闇のものであります。闇は光が来たら恐れて逃げるわけです。で、ヨハネの福音書の1章というところ、こちらも参照しますけれども、お読みしますから聞いてください。ルカの福音書のすぐ後にヨハネの福音書というのがあるんですけれども、まあ、
聞いていただければ結構です。開きたいという方は175ページになります。ヨハネの福音書の1章の1節から、これも有名な箇所です。これもクリスマスストーリーの箇所と言っていいと思います。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった、この方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝てなかった、言葉とか光と呼ばれているのは結論から言いますとイエス・キリストのことであります。神が使わされた一人の人が現れた、その名はヨハネであった。この人は証のために来た、光について証しするためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。11節に、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。12節、しかしこの方を受け入れた人々、イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。で、14節がクリスマスであります。言葉は人となって、神の言葉が人となる、これがクリスマスです。これを受肉と言いますね。私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た。羊飼いたちが見た栄光というのは、このイエス・キリストの栄光、光ですね、誠の光と呼ばれています。すべての人を照らす誠の光です。すべての人の中には羊飼いたちだけではありません。文字通りこれはすべての人です。人に顔向けできないという人も、人の目を見ることもすらできない、罪悪感があって、恐れがあって、不安があって、パニックを起こして過去を持っている人たち、文字通り犯罪を犯してしまったような人たちも、また社会的に例えばマイノリティの人たち、羊飼いもそうですね、社会的弱者もそうです、病人とか障害者とか、または昨今 LGBT と呼ばれているような人たち、同性愛者と呼ばれているような人たち、すべての人というのはすべての人です。すべての人を照らす誠の光がこの世に来ようとしていた、それがクリスマスですね。でもその光を見たとき、多くの人はやはり羊飼いと同じリアクションするわけです。恐れるわけです。どうしよう。でもこの光は、この方は恵みと誠に満ちておられたと、14節の終わりになります。恵みと誠に満ちておられた、私たちの闇を暴く、罪を暴く、断罪するために来たんじゃありません。むしろ闇の中にいる私たちを救うためです。恐れてばかりいて、罪悪感に苛まれて、もうどうしたらいいかわからない、不安で不安で仕方がない、もう帳消しにできない、取り返しのつかない過ちを犯してしまった、本当に自分はどうしようもない救いがたいものであった、まあ、そういう自覚があろうとなかろうと、神の恵みはすべての人に及びます。神の恵みに預かる資格のない人はこの中に一人もいません。そういうありえないような信じがたい素晴らしい知らせがクリスマスであります。で、少し先にヨハネの福音書を今開いているようであれば、3章の16節、これは聖書の中で最も有名な聖書の言葉で、この教会の建物の看板にもなっております。壁のところにですね、この言葉が掲げられております。ジョンチャプター3 verse 16 その16節以降ちょっと読み進めていきますから、目で追ってみてください。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子というのはイエス・キリストのことです。
それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。すべての人、世です。ここにあなたが含まれています。あなたは愛されています。神の一人子イエス・キリストを信じるようにあなたは今ここに置かれている、生かされております。あなたが滅びることがないように、自分の罪のうちに永遠に死に滅びゆくことがないように、むしろ永遠の命を持つことができるように、それが救いです。それが天国です。それが神との永遠の幸福でありますね。で、17節に、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光よに憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。イエス・キリストを救い主として、すべての人を照らす誠の光として、信じます、受け入れますという人もあれば、いや私は信じませんし、信じたくありませんし、信じることはできません、二分されますね。なぜ信じないのか、その理由は今ここに書かれておりましたね。それは自分の心の闇が、自分の中の悪が明るみに出されることを恐れるからです。イエスを信じたら、今自分のやっているその闇の技、暗闇の働き、バレないと思っているその悪、罪、それが全て暴かれて、それらがもう楽しめなくなってしまう。自分のライフスタイルを変えなきゃいけない、やりたいことを手放さなきゃいけない、それが嫌ですと、そういう人は信じないわけです。でも実際にそれらがあなたを永遠の滅びから救うかといったら、決してそうではありません。今のままであなたは何の恐れもなく人生の終末を迎えることができるでしょうか。何の問題もなく、何があっても動じないで、想定外のことが起こってもパニックを起こさないで、そのままでいられるでしょうか。今日あなたが末期がんと宣告されたらどうなりますか。そんなことは聞きたくないし、知りたくもない、認めたくないですと耳を塞いでしまうかもしれませんし、そのショッキングな悪いニュースを聞いた途端にあなたは崩れ落ちて、もう生きて心地がしない、お先真っ暗、あるいは今日、今日は日曜日ですけども、あるいは明日会社に行ったらもう来なくていいですよ、あるいはもうあなたとはやっていけません、別れましょう、いろんなことが起こるわけです。そういう時にあなたは恐れるでしょうか。すべてを失ってしまうような時に、何もかも真っ暗の中にどん底に陥ってしまうような時に、あなたは恐れてどうしたらいいか分からなくなってしまうでしょうか。そういう人のところに愛は降りてきたのであります。恐れを締め出すために愛はあなたのところにも降りてくるわけです。今日特別賛美で Love Came Down という英語のタイトルの歌、日本語では愛が降りてくるというものですけれども、降りてきたというものですけれども、それをこのクリスマスメッセージのテーマともして、お話しさせていただいております。その愛を皆さんは受けている、皆さんは愛されているんです。信じてないかもしれません、でも関係ないんです。あなたが信じようと信じまいと、あなたは愛されている。それが聖書のメッセージ、それがクリスマスのメッセージなんです。
闇の中にいる者たちにまず光が与えられた時点であなたは愛されているということを知らなければいけません。光がなければ私たちはずっと闇のままです。自分がしていることが実際どういうことなのか分からずにいるわけです。いいとも悪いとも分からない、むしろそれはいいものだと、暗闇ですから真っ暗闇で何も見えないわけです。分かっているようで分かっていないわけです。何のために生きているのか分かっていないんです。これから先どこに向かっていくのか、どこから来てどこへ向かうのか、それすら分からない。でもそんなこと考えていたら生きていけないから、闇の中にたら埋没していくわけです。考えてもしょうがないことを考えないでいこう、ただがむしゃらに毎日他の人もやってることだし、足踏み揃えて、それは闇の中にいるものの特徴であります。でもそこに光が当てられるとよく見えるわけです。現実がよくわかるわけです。自分の現状がわかるわけです。それに対してどう応答するでしょうか。羊飼いたちはどのように応答したでしょうか。正しい応答の仕方が求められていると冒頭で言いました。御使いが天に帰った後で、その後御使いがクリスマスキャロル歌いましたね。それが最初のクリスマスキャロルです。糸高きところに、糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと、それが最初のクリスマスキャロルであったわけです。でその後にまた光が去って、また夜が戻ってきたわけです。そして羊飼いたちはどうしたかというと、そのまままた元の場所に戻ったのか、それともその前にどこかに立ち寄ったのか、読んでもう記憶が新しいので皆さんは即答できると思います。その後彼らは御使いたちに聞いたその言葉に反応したわけです。応答したわけです。それが本当かどうか調べようと、それが私たちが真っ先にすべきことです。今読んだ箇所、私から聞いた言葉、それらを皆さんも確かめる、それが羊飼いたちがしたことであるわけです。本当かどうか、その通りかどうか。で15節を見ていただきますと、 verse 15、御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう、見届けてこようと。で16節のところでは、急いで行ってマリアとヨセフと会話を受けに寝ている緑子を探し当てたとあります。アクションを起こしているわけです。ただ聞いただけで、あそうですか、あそれは耳新しい情報ですね、それは今まで聞いたことないお話です、珍しいお話です、楽しいお話です、それで終わってなかったわけですね。あるいは信じがたい話です、前つばものです、そんなの神話です、ファンタジーです、作り話です。そこで終わらなかったわけです。実際に本当かどうか確かめに行ったと。でそれが私たちのすべきことだと言いました。同じようにイスラエルの南のベツレヘムというところに今行くことはできません。もちろん飛行機で行こうと思えば行けるわけですけれども、で今日もベツレヘムというところは確かに存在します。でも2000年前にタイムスリップするわけじゃないですね。じゃあどうやったら私たちは確かめられるんでしょうか。確かめもせずに頭ごなしに信じないという人たちが大勢います。聖書なんかろくに読んだこともない、学んだことがないのに、ただ物の本で読んだから、聖書なんか全部人の創作物語で、信用できない、ただの宗教の書物、ただの古典、ただの道徳の教科書、そんなものに人生をかけるとか、そんなものを自分の生活の指針にするなどと、とても思えないという人に限って、聖書を真剣に読んだこともない、まともに学んだこともない、少なくとも聖書は
全部で旧約新約合わせて66巻あるわけです。66の書物から成り立っているわけですが、そのすべてをまだ読んだこともない学んだこともないのにもういきなり結論出して信じない、それは自分の経験の中にないからです。自分のちっぽけな脳みその中に収まりきれないからです。処理できないから、それだけをもって自分を基準に信じないとするわけです。でも百聞は一見にしかずと言いますね。実際に聞いたことが本当かどうか確かめる、そうやって羊飼いたちは動いたわけです。何でもありえないとか信じられないと頭ごなしに決めつけるんじゃなくて、疑うんじゃなくて、偏見を持つんじゃなくて、まず自分の目で確かめるということをすべきだということを今朝皆さんにチャレンジしたいと思います。クリスマス物語は史実であると冒頭で言いました。一節二節のところにも実名出てきますし、また町の名前も全部実名です。作り話じゃないです。この近所にある善光寺というお寺があります。そこの本尊は阿弥陀仏ですが、阿弥陀仏は実在の人物ではありません。そんなの信じられないと皆さん言うかもしれませんが、善光寺のお坊さんに聞いてみてください。阿弥陀仏というのは架空の人物です。ファンタジーです。それを偶像化しているわけです。まあ言ってしまえばアニメのキャラクターかなんかをアイドルとして信奉しているようなものです。それをフィギュアとして家に飾ってめでてるようなものであると、それは冒涜だと言うかもしれませんが、でもそれが現実なんです。イエス・キリストは実在の人物として、それはちゃんと歴史を学んでいる人であれば、あるいは他にも科学的にそのイエスの存在だけじゃなくて、イエスの生涯そのものを、全てが嘘ではない、全てが作り話でないということを証明できるだけの数々の証拠があるということ、それを皆さんは自分の目で確かめることができるんです。これは素晴らしい特権ですね。そして、サンタクロースという人物がクリスマスになると主人公に取って代わるように思うかもしれませんけれども、本来はイエス・キリストが主人公で、サンタクロースは架空の存在だと、ファンタジーだと思っている人もいると思いますけれども、サンタクロースもモデルは実在の聖ニコラウス、ニコラオとも呼ばれますね。それがサンタ、聖ということですね。でクロースというのはニコラオとかニコラウス、キリスト教の聖職者です。司教と呼ばれている、今日のトルコの、牧師みたいな、そんな存在とイメージしていただいたらいいと思います。キリストが生まれてから300年後に実際にいた人です。今から1700年前の実在の人物、でも太って白いひげを生やして、赤い服を着てトナカイに先導されてソリで世界中を回ってる、そういうものじゃありません。それはファンタジーです。でも実際にサンタクロースはいましたし、サンタクロースという聖職者がイエス・キリストを自分の救い主として信じていたことは確かだと思われます。いろんな伝承がありますけれども、それは中には眉唾ものいっぱいあるわけです。ところがイエス・キリストの伝承に関しては全て史実と立証できる、胸を張って堂々と言えるだけの確たるものがあるということを知っていただきたいと思います。これが皆さんへのチャレンジですね。ドイツの宗教改革者でマルティン・ルターという人、名前は聞いたことあると思いますが、彼がこういうことを言っています。聖書はその中にキリストが横たわっている会話桶である、母親が赤ん坊を見出すだけの目的でゆりかごに行くように、私たちはキリストを見出すだけの目的で聖書を読むべきである。羊飼いたちは会話桶の中の緑子を探しに行ったわけです。で今ベツレヘムに行ってもそれを見つけることはできませんが、でも聖書というのがあります。この聖書の中にイエス・キリストを見つけることができるとルターは言っているわけです。この聖書がまさに会話桶です。ですから私たちが聖書を手にするとき、これが会話桶だとイメージしてください。
ここにイエス・キリストが横たわっているんだと、そのイエスを見に行く、それが聖書を読むという行為です。で、イエスを見つけるには、ですから飛行機を乗り継いでイスラエルのベツレヘムに行く必要はないということがこれで分かったと思います。聖書が与えられているわけです。で、聖書は神の言葉、そしてその神の言葉はパンと呼ばれています。これも有名な言葉でイエスも引用されています。人はパンだけで生きるのではない、ラーメンでも生きられますご飯でも生きられます。でもそうじゃなくて、パンだけじゃなくて人の口から出る、あ、ごめんなさい、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると。神の口から出る一つ一つの言葉、それが聖書の言葉で、それが神のパンというふうになぞらえられているわけです。聖書の言葉はまさに食べ物ですね。で、ベツレヘムというのはパンの家という意味の地名です。ですからベツレヘムのまさに家畜小屋の貝場桶、それが皆さん手にしている神の言葉である聖書です。それがベツレヘムであり、それが貝場桶です。この中にイエスがおられるんです。同じように探しに行ってみてください。イエスを探すように読むならば、必ずイエスに出会うことができるということ、そこにイエスをあなたはその目で見ることができるということをお約束いたします。そういう読み方を今までしたことがないという人は、今までは皆さんはまともに正しく聖書を読んだことがないということです。教養として読んだことがあるという人もいると思います。でも本当の聖書の読み方は、そこにイエス・キリストを見出すようにして読む読み方、その読み方をしていなければ読んだことにはならないと、目的外の形でしか、字面しか追ったことがないという話であります。ヨハネの福音書の5章の39-40、イエスの言葉として紹介します。ジョンチャプター5 verses 39 and 40、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。聖書を読んだって何の解決にもならない、何の足しにも役にも立たない、現実は変わらない、聖書なんか読んだって。でもあなたは聖書を読んでイエスのもとに来ようとはしない。イエスが答えなんです。イエスが解決なんです。イエスが道なんです。真理なんです。命なんです。イエスを通してなければ誰も父の身元に来ることはできない、行くことはできないんです。天国に行くことはできないということを言ってるんですね。ぜひ聖書を開いてイエスを見つけていただきたいと思います。御使いは、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですと宣言しましたけれども、あなた方のためにと御使いは言っています。ここに皆さんのためにも救い主はこの世に下ってきてくださいました。イエスキリストはあなたのためにこの世に来て、あなたのために十字架の死も恐れず厭わず自ら進んで、そこまであなたを愛するがために死んでくださったんです。蘇ってくださったんですね。で、それはまさに旧約聖書であらかじめ予言されていたことの成就であるということも私たちは知らされております。イザヤ書の9章の6節7節、これも大変有名な箇所で、ヘンデルのメサイアの歌詞になっている箇所でもあります。アイザヤチャプター9 verses 6 and 9、このイザヤ書っていうのはイエス・キリストが生まれる750年も前です。BC 750年ということですね。今から2750年前と言っていいと思います。あらかじめ予言されていたことが750年の時を経て現実化する、実現するという話です。それがクリスマスですね。で、イザヤの9章の6、7お読みしますから聞いてください。開きたい方はページで言うと1181ページ、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、
永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。一人の緑子、一人の男の子、これがイエスのことであること、間違いないですね。私たちのために生まれるとイザヤが予言しましたが、御使いは750年後に羊飼いたちに対して、あなた方のために救い主がお生まれになりましたと宣言しています。イエス・キリストはあなたのために生まれてきてくださったんです。イエス・キリストはあなたのために死んでくださったんです。イエス・キリストはあなたのためによみがえってくださって、今もあなたのために生きておられます。そんな神様は他にいるでしょうか。ユニークですね。唯一無二であります。で、フランスの宗教改革者のジャン・カルバンも、ルターと並ぶ有名な宗教改革者ですけれども、彼がこう言っています。我々は聖書を読むとき、その中にキリストを見出そうという意図を持って読まなければならない。改めて聖書を開いてください。たくさんイエスについて書かれております。で、次に羊飼いたちがしたことは、ルカの福音書の2章の17節に書いてありまして、それを目にした羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせたとあります。知らせた、これが羊飼いたちが次にしたことです。最初は自分たちが聞いたことを目で確かめる、イエスを探しに行ったと。2番目は、それが確認できたので、実際に見たので、それを知らせるということをしています。それがクリスマスのメッセージに対する正しい応答であります。で、10節のところでは御使いもまた大きな喜びを告げ知らせますと言ってますね。天使たちも告げ知らせている。御使いというのはギリシャ語ではアンゲロスという言葉が使われています。アンゲロスというのは英語のエンジェルの語源であります。で、エンジェル、アンゲロス、意味は同じですね。原因は使わされたもの、もしくは使者、メッセンジャーですね。ですから御使いというわけです。ただの使いというふうに訳しても差し支えないですね。黙示録のヨハネの黙示録というところがありまして、そこの2章3章にいっぱいこのアンゲロスという言葉が出てきます。教会の御使いに書き送れという黙示録2章3章に何回も出てきます。で、その御使い、教会の御使いとは誰か、それは教会のメッセンジャーのことです。私もそのようなものであるということをお伝えしておきます。だから先ほど初めて皆さんに翼を見せたわけです。翼の折れたエンジェルでしたけど、まあそれは冗談としまして、神のメッセンジャー、それが御使いなんです。私が天使だと言ってるんじゃなくて、神によって使わされたものは全員エンジェルなわけです。天的な存在とは限らないということですね。目に見える私たちと同じ人としても神のメッセンジャーとして用いられるわけです。で、私はその神のメッセージを今こうして皆さんに取り継いでるわけです。告げ知らせてるわけです。御使いが告げ知らせたことを羊飼いたちは聞いて、どうしたか、確かめたわけです。そして確かめたら、それを羊飼いたちも同様に告げ知らせるわけです。私が告げ知らせたことを皆さんも告げ知らせるようになる、それがクリスマスの正しい応答であるということですね。で、第一ヨハネの4章14節というところにこうあります。 1 John chapter 4 verse 14、 第一ヨハネの4の14お読みしますから聞いてください。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、その証をしています。私たちクリスチャンは、キリストを信じる者は、御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、その証をしています。イエスは今は目に見えませんが、でも聖書を通して見ることができると言いました。ですから聖書においてイエス・キリストを見たならば、あなたも証をする、証人として告げ知らせるわけです。私はイエスに出会ったということ、話すわけです。イエスに出会ったら
羊飼いたちと同じように非常に恐れていたものが大きな喜びに転じて、その生活もそうですけれども、心の中、人格までも変えられる、性格までも変えられる。イエスに出会って変えられない人は一人もいません。もし変えられていないとするならば、あなたはまだ本当のイエスを知っていないということです。本当のイエスを知ったならば、見たならば、ただでは済まないと言ってるんです。それは悪い意味ではないですね。大きな恐れが大きな喜びに変わるほどのインパクト、衝撃があると言ってるんです。その出会いによって全てが変わる、その出会いによって全てが決まる。人生はイエスとの出会いによって決まるということ、大げさに言ってるんじゃありません。実際にここにそういう人たちが大勢証人として呼び集められております。で、その喜びは自分の中で抑えきれないものです。誰かに伝えずにはいられない、それが本当にイエスに出会った人のリアクションです。伝えなきゃいけないのか、クリスチャンの義務なのか、証ししないといけないのか、そのような思いがみじんでもあるならば、あなたはまだ本当の意味ではイエスに出会っていない人だと自分で認めなければいけません。本当に出会ったら羊飼いたちと全く同じことをあなたはするはずです。抑えきれない喜び、黙っていられないわけです。もちろん勇気も必要な時があります。何を話したらいいかわからない時もあります。でも気持ちは伝えたい、伝えなきゃいけないのか、嫌だな、しぶしぶじゃなくて、どう伝えたらいいかわからないし、相手が本当に受け入れてくれるかどうかもわからない、バカにされるかもしれないし、けなされるかもしれないし、逆切れされるかもしれない、これでこの人との関係が終わるかもしれない、友達関係を失うかもしれない、もう愛してもらえない、もうメリットがない、何にも益がなくなってしまう、むしろ大きな損失がある、痛手を被る、いろんなリスクがあって恐れもあるはずです。でもそれでも黙っていられない、それが本当にイエスに出会った人の真の姿であり本音であります。うまくできるかどうかわからないからという恐れじゃなくて、その違いは皆さんわかると思いますね。伝えずにはいられない、イエスを信じた者たち、みんなそうです。使徒の働きの4章20節、Acts chapter 4, verse 20、使徒の4の20、そこにはこうあります。私たちの先輩の姿です。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいけません。話さないわけにはいかない。黙っていられないと言ってるわけです。その前には何と言ってるか、神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。恐れる人は神に従わない人です。恐れる人は常に人の顔色を見て周りに合わせて、周りに従おうとする、神ではなくて人に従おうとする人は常に恐れに縛られてきます、支配されてきますね。でも神に従う者はもう自由です。何を言われようと、どのような扱いをされようと、羊飼いたちと全く一緒ですね。そんなことはもうどうでもいいわけです。自分が見てしまったこと、聞いてしまったこと、それがあまりにも驚くべきことで大きすぎて、自分の悩みなんかはるかに超越していて、人に何言われるかなんてことよりも神に言われたことの方があまりにも大きくて、あまりにも重くて、あまりにも素晴らしくて、あまりにも価値があって、もう人の言うことなんかどうだってよくなる。それは人をどうだっていいものとして扱うという意味じゃないです。もうそのようなものにいちいち縛られない、気にしない、傷つかない、悩まない、ショックを受けない、振り回されないという意味です。そうなればあなたには平安が与えられて、揺るがぬものが与えられます。神の言葉は揺るがぬものです。何があっても変わらないものです。ですからそのようなキリストとの出会い、キリストは神の言葉と呼ばれています。個人的にイエスを知ることを
あなたが始めれば、知らないうちに自然に個人的にイエスのことを誰かに知らせるようになっていると言っているわけです。で、最後に3つ目として、羊飼いたちはその後どうしたかというと、ベツレヘムの野に戻っていったわけです。自分たちが羊たちを飼っていたその野に戻っていった。20節を見ていただくと、ルカの2章の20節に、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。神をあがめ賛美しながらというのは礼拝と置き換えていいと思います。まさに皆さんがここでしていることです。神をあがめ賛美する、それが礼拝ですね。神をあがめるということは、もっと直接言いますと、神を大きくするということです。偉大な方とするということです。今まではあまりよく知らなかったので、自分の中ではそんな大きな存在じゃなかったわけです。でも神を知ったら、神がどんどん自分の中で大きな存在になっていくわけです。自分をどんどん超えていくわけです。自分からはみ出していくわけです。それが神を崇めるということです。自分の悩みなんか神と比べたらあまりにもちっぽけで、もうくよくよしなくなるわけです。それが神を崇めるということです。礼拝が心配を締め出していくわけです。神の存在、それが一番身近になってきます。もう一人ぼっちじゃありません。自分一人が苦しんでるんじゃないんです。自分一人が悲しんでるんじゃない、気づいてるんじゃないんです。イエスがそこにいてくださる、それがクリスマスのメッセージです。イエスはクリスマスにインマニュエルと呼ばれたんです。これはマタイの福音書のもう一つのクリスマスの記事に出ています。インマニュエルというのは神が共におられる、それがクリスマスのイエスの別名であります。クリスマスバージョンのイエスの名前と言ってもいいかもしれませんね。毎日がクリスマスでもありますから、インマニュエルは毎日あなたと一緒にいてくださいます。そうなるとイエスがあなたにとっては大きな存在になるわけです。欠かすことのできない存在です。一番身近で一番愛すべき、信頼すべき存在、すぐに相談できます。打ち明けられるわけです。支えになってくれます。そこにいてくださるだけでもう十分というような存在。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと告白できるようになるわけです。羊飼いが一緒にいてくれたら、そこに緑の牧場がなくたって安心です。憩いの右はなくても安心です。羊飼いさえいてくだされば、必ず羊の必要は満たされる確信があるからです。お金なくたって大丈夫です。健康がなくたって大丈夫です。何もなくたってそこに羊飼いであるイエスがいてくだされば、乏しいことはないと、あなたもそう告白できるようになるんです。良い知らせですね。で、そのことを礼拝するだけじゃなくて証ししたわけです。20節のところで、帰っていったとあります。残りの生涯を羊飼いたちはずっと飼い場家の周りで過ごしたんじゃないんです。家畜小屋でずっと留まり続けたんじゃないんです。元の場所に戻っていった、故郷に戻って、故郷といっても同じ地域ですけれども、職場に戻っていったわけです。家族のもとに戻っていったわけです。以前の場所に、これが羊飼いたちがしたことです。あなたも家族のもとに戻るんです。これから職場に戻るんです。これから仕事に戻るんです。でも戻ると言っても以前とは違った自分として戻るんです。前と同じままで戻るんじゃないんです。変えられたものとして、キリストを知ったものとして戻っていくんです。神を崇めながら賛美しながら、そしてイエスキリストこそ世の救い主、自分の罪を贖ってくださった個人的な救い主であると信じて変えられて戻っていくのであります。古い場所に新しいスピリットを持って、新しい霊を持って戻っていくわけです。イエスに出会って変えられたという体験、この中にも証言者がいっぱいおります。そうやって家族のもとに帰っていく、
ここに来る前とここに、ここの礼拝を終えた後では変えられていないといけないんです。というのは、私たちはここにイエスに会いにやってきているわけです。もしここに来る前、10時半前に滑り込みをしてきました、で、長い話を聞かされて今何時ですかね、もう1時になりますけど、1時ちょっと過ぎに教会のドアを出ていくわけです。10時半前と何にも変わりません。そうならば、ここでのあなたの時間は全て無駄でありました。全部無駄であります。あなたがここで得られるものは他に何もないんです。イエス・キリストとの出会い以外に何もないんですね。でもそれこそが全てだということ、それがクリスマスであります。で、もうこれで終わりたいと思いますけれども、三浦綾子という人がこう言いました。聖書を一度も手に取らずに生きている人はたくさんいる。一生ついに読むことなく過ぎる人々もいる。私も26、7歳の頃までは聖書はほとんど無縁の書であった。その私が聖書を読み、キリストを信じて人生が変わった。怠惰で虚無的だった私の生き様が変わった。聖書を通してイエス・キリストに出会った三浦綾子さんは変えられたと証言しております。その変えられた証は彼女の文学作品の中にも遺憾なく表現されております。彼女の作品を通してキリストに出会った、聖書を読むきっかけになったという人もいっぱいいるはずであります。で、私たちも同じであるということ。羊飼いたちはその辺にいる人たちです。教養のない人たち、学歴のない人たち、社会から認められていない、はみ出し者で癒しめられているような、そういう人たちであったと言いました。でも彼らがメッセンジャーとして用いられたわけです。証人として用いられたのであります。あなたも必ず用いられます。でもちゃんと順番があるということをわきまえてください。いきなり伝えるんじゃないですね。まず確認してください。確かめてください。自分の目で見るということ。見なければ何も伝えられません。見てもない人のことをどうして詳しく話せるでしょうか。生き生きと話せるでしょうか。実際私は見たんです。目の前でその方に触れたんです。その証言集がヨハネの手紙第1であると、冒頭見ていただくと分かります。見たもの、聞いたもの、手で触ったものと、イエスはそういう存在としてあなたに与えられています。雲の上の存在じゃないんです。わけのわからないスピリチュアルな存在じゃないんです。あなたがイエスを求めて聖書を開けば、必ずあなたに出会ってくださる方です。あなたに触れてくださる方です。聖書に書かれている通りのことをしてくださるお方です。信じてください。頭ごなしに信じないと決めつけないでいただきたいと思います。これで閉じますけれども、ただ単に聖書の字面だけを追って習慣的に聖書を読むとか、機械的に読むとか、機械的に祈るとか、あるいは習慣的に日曜日になったら教会に来るとか、そういうことによって救われるのではない。それでイエスを信じてクリスチャンになるわけじゃないんです。それはただの宗教です。そうではなくて、あなたはイエスと個人的に出会う必要があると言ってるんです。聖書を読みながら、祈りながら、イエスと個人的に出会うことを求めてください。教会に来るのもそうです。イエスに会いにやってくるんです。そういう目的がないから、教会は今日はちょっとやめておこう、気分が乗らないし、そんな長い話とても聞いてられないし、歌なんかわからないから歌えないし、自分が欲しい情報だけゲットして、聞きたいことだけ聞いて、そういうふうにして教会に通っている限りは、あなたはいつまでも変わらないです。同じままですね。で、愛も変わらずあなたの中には恐れがずっと残ったままです。締め出されていないその恐れが、これから一生
あなたが認めても認めなくても関係なくそこにあります。でもイエスに出会ったらそれらは一変します。これは私が保証するだけでは不十分だと思うと思いますけれども、ここにいる全員がイエスを信じている者全員がそのことを立証できます。それがすごいことですね。世界中のイエス・キリストを信じる人たちが幾同音に証明できるんです。証しできるんです。それが最も確かな証拠です。私もイエスに出会って変えられたんです。はみ出し者だったのに変えられたんです。そういう人がいっぱいいます。私もいくらでもそのことを皆さんにお話しすることはできますけれども、もう時間がいくらでも足りないのでここで終わりにしたいと思いますが、ぜひ使わされていっていただきたいと思います。そして今イエス・キリストを初めて、その存在その名前を聞いたという人がいらっしゃれば、ぜひここからスタートしてみてください。羊飼いたちと同じ正しい応答をして、一つ手順を追って、ぜひ素晴らしい知らせに預かっていただきたいと思います。これ以上ない神の愛、それがクリスマスに注がれて、そして2020年の今年のクリスマス、この場所にも注がれています。それはあなたは今すぐ受け取ることができます。紐付きではありません。羊飼いたちも素直に受け取ったんです。ぜひそうしてください。では今日はこれで終わりたいと思います。もし、体の状態が、悪くなければですね、ちょっと足がしびれてるとか、ちょっと腰が痛いとかという方は座ったままで結構です。立てるようであれば一緒に立っていただいてお祈りして、でその後また唱詠、応答の賛美を捧げて、終わりたいと思います。ではお祈りいたします。天の父なる神様、あなたが御子イエス・キリストを世の救い主として使わされて、そして2020年のこのクリスマスにそのことをまた確信して感謝することができますこと、心から感謝いたします。どうかあなたの与えてくださったこのクリスマスプレゼントを一人でも多くの人たちに分かち合うことができますように、そして今恐れに縛られている人、支配されている人、その恐れからの解放の唯一の手立ては解決はイエス・キリストにあるということを信じることができますように、罪悪感に苛まれている人、どうしてもこのことがやめられない闇の技に依存して中毒になってがんじがらめになっている人も、またイエス・キリストこそ唯一の解決者であると信じることができますように、将来に不安があり希望がないという人もイエス・キリストが光として必ず闇を照らすということを信じて体験できますように、どうか一人一人のその心にあなたが今直接お語りくださり触れてください。聞いて済まして終わってしまうのではなく、終わらせてしまうのではなく、羊飼いたちと同じように聞いたことに対して誠実に真摯に応答するものであれますように、変えられたものとしてここから出てきたいと願っております。愛は私たちのもとだけでなく、私たちの愛する者たちのところにも降りてきました。どうか先に受け取った私たちがその彼らのところにも降りていくことができますように、高慢さを打ち砕いてください。キリストのようにへり下ってしもべのように奴隷のように扱われても笛を漏らさずに怒らずに反論せずにイエスと同じように
最後まで愛を貫き通すことができますように。弱いです、辛いです、怖いです、でもあなたの愛がそれらすべてを癒し、それらすべてを締め出すということを信じます。どうかあなたの愛で今いっぱいにしてくださいますように。御霊によって満たしてくださいますように。力を与えてくださいますように。勇気を与えてくださいますように。イエス・キリストの名前によってお祈りとします。アーメン。では、この後唱詠をまたマナナス・グレース・シンガーズによってリードしていただいて今日の礼拝を閉じたいと思います。どうぞ皆さん、着席ください、これで終わりですけれども、今日初めて来られた方がいらっしゃることを聞いておりますので、差し支えなければ、最後ご紹介してこの時間を閉じていきたいと思います、たくさんいないんですけども、お一人聞きましたけど、ちょっとどうしようかな、立っていただいて、他にも新しく見えられた方いらっしゃれば、私が把握してないだけなので、ぜひ今日初めてという方いらっしゃれば、ちょっとその場でお立ちいただいていいでしょうか。差し支えなければちょっとだけ立っていただいて、自己紹介とか大丈夫ですかね、していただいてもよろしければ、はい、歓迎いたします。そうでしたか、はい、心から歓迎いたします、はい、サオちゃんのちょっといいですか、ちょっと関係というかはい、はい、改めて心から歓迎いたします。小学校の保健の先生という、ね、ことで、昔私ももう散々保健室で違った意味でいろいろお世話になりましたけど、はい、本当に嬉しいですね、まあ、皆さんもまたぜひ少しでも、ここで残っていただければ、まあ
お食事とかないんですけれどもね、クリスマスは本当に特別ですし、来年のクリスマスは あるかどうか保証はありません、たまたまという言い方はクリスチャンにおいてはありませんけれども、神のご計画によって、今日というこの日が与えられて、今日、神によって選ばれた人たちが、ここに招かれて、それで、今ここに置かれているということを本当に感謝して、お互いのことを本当に、喜び合って、声をかけ合って、特に新しく来られた方には歓迎の意を、ぜひ伝えていただいて、祝福のうちに、皆さんお帰りいただきたいと思います。じゃあこれで、あとは自由に皆さんお過ごしいただきたいと思います。すいません、お時間ください。みすずちゃん、たいさんの娘さんと、あと、孫たち、これで引っ越しをして、ご主人と今一緒に暮らすように準備をしているところで、新しい場所も新居ももう見つかっておりまして、これで皆さんと一緒に毎週のように礼拝で顔を合わせるのはこれで最後ですかね、はい、になりますので、最後そこだけちょっと大佐の方からお分かちしたいということでお聞きください。むっちゃんはですね、もう、本当に信じられないぐらい御言葉暗唱に本当に賜物をいただいていて、御言葉暗唱というのはもう子どもみんなやるんですけどね、大体その週覚えたらもう翌週には忘れると、皆さんもそうだと思うんですけどとりあえずにわか仕込みみたいな形で覚えるんですけど、むっちゃんは一つ覚えたらもうその次の週も、でまた新しい御言葉を覚えたらまたその次の週もどん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 それが、膨れていくわけです、雪だるまのように。でもそれを全部暗唱できるという、考えられないですね、神様の賜物だと思いますから、ぜひ、ここを離れても、新しい土地に行っても、御言葉が、いつも、そばにあるように、教会にもつながることができるように、教会につながるということはイエス・キリストにつながることを意味しますので、ぜひ皆さんの取りなしの祈りをお願いしたいと思います。じゃあちょっといいですかね、まだちょっとマイクの準備が普段やってない人がやってるんです。ちょっと無理だったらこれ使う？これでいい？これがすぐできれば。じゃあすいません、タイさんここに来ていただいて、ここでお話しいただいていいですか？すいません、1月に長野に来てからこんなに長く長野で過ごすとは思いませんでしたが、本当に皆さんによくしていただいて、ダメだごめんなさい、本当に感謝してます。昔本当にみすずも一緒に牟礼聖書教会に行きまして、マリア様の役をやったりしてましたけども、やはり私の信仰が伴ってませんでしたので、でしたが本当に今 MGF に疲れてても、朝遅く起きても、私が何も言わなくてもここに神様が連れてきてくださったと私は今信じてます。彼女の口からは何もありませんけども、むっちゃんの姿を見たり、そして皆さんが本当によく接してくださいましたこと、すべて神様が、イエス様がそのようにしてくださったことを心から今ありがとうございますとお礼をしたいと思います。私自身もこの最後の約2ヶ月むっちゃんと御言葉暗唱をすることができました。そしてマタイの福音書を夜寝る前に一緒に読む機会も今与えられて、本当にもう最後のマタイの福音書の最後の方に差し掛かっています。これからイエス様が十字架につけられるところなんですけれども、彼が聖書を読んで
くださいって毎晩言います。本当に感謝で、そして暗証聖句もどうなるかなとは思ったんですけれども、ゆきこさんから与えていただいたり、そして、私が選んだ場所とかを本当に喜んで、保育園から帰ってきた時や寝る前に必ず一緒にすることができました。私がなかなか覚えられないので、何回も何回も同じところを暗唱するわけなんですけども、最近はむっちゃんに教えてもらってます。次は分かりませんって私が言いますと、こうですって言って、特に聖書箇所はルカの福音書何章何節って、ガラテヤ人の手紙何章何節って、本当に私はもう信じられないくらいに喜んでます。喜んでそれをしている姿を感謝してます。それと最近は夜に寝る前に、私が眠くって先に寝てしまう時もあるんですけど、自分の言葉でお祈りをすることもできるようになりました。初めは同じ言葉の繰り返しでしたけど、今は自分のことで考えて、最近嬉しいと思うのは、 MGF の皆さんがカズさん、ユキコさんを感謝しますと言って祈ってくれる姿に、私はいつもハッとさせられます。本当に私ではなくイエス様が彼の心に語ってくださっていると強く信じています。またこれからも来ることもあると思います。またそれから成長していって、イエス様のことを置いていってしまうかもしれませんけど、今聖書も欲しいってずっと言ってたので、今手元に私と同じ、皆さんと同じ聖書来ました。そしてそこに子どもたちが線を引いてくれたりもしていますので、そこを本当に忘れないで、そこにまた戻れるように私も祈っていきたいと思います。それでなかなか教会につながれないかもしれないけど、寂しいねって言ったら、今はビデオ電話あるんだから、バーバティそれはできるんですって言いましたので、私が時を使えてビデオ電話で一緒に引き続いて一緒にお祈りしたりできたらなと感じてます。それとちっちゃいめいちゃんも本当にここで育ててもらいました。最近わんぱくになってきてますけど、お祈りしますって言うと手をこうやってむっちゃんと一緒にやってます。本当に感謝です。神様に本当に栄光あれで、今日のこのクリスマスを一緒に来れたこともありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。せっかくなので、ここで皆さん揃っているところでお祈りして、みすずちゃんとかむっちゃんとか見るかな、はい、まあ、お祈りは人に聞かせるもんじゃないんですけれどもね、皆さん、ぜひ3人の顔を思い出していただいて、みすずちゃん、そしてむっちゃん、めいちゃんですね、またご主人も、いますけれども、また新しい生活始まって、いろいろな変化がありますけれども、その中にあって変わらないお方イエス・キリストが、いつも一緒だということを分かるようにお祈りして、皆さんも支えてほしいと思います。じゃあいいでしょうかね、お祈りさせていただきます。天と地なる神様、今みすずちゃん、むっちゃん、そしてめいちゃんを、そしてまたご主人をあなたの御手にお委ねいたします。ここでの時間はあなたのご計画として与えられたものです。コロナ禍にあって想定外のことが起き、自分たちの 思い描いたもの、計画していたものとは全く別のものがこの長野の
地においてこの教会を通しても与えられました。どうかこの恵みがこれからも新しい土地に行っても続きますように、その恵みをいつでも受け取ることができますように信仰を与えてください。イエス・キリストを自分の救い主として信じる恵みに預からせてくださいますように、そして御言葉が生きて働いて心の中に受肉しますように、心の中にイエス・キリストが生まれ宿ってくださいますように、クリスマスを個人的な体験として持つことができますように祝福してください。またしばらく会えないんですけれども、いつか会える日を本当に楽しみにしております。どうか、神の家族として、長野には教会という実家があることを覚えて成長していくことができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りとします。アーメン。じゃあこれでいいでしょうかね。はい、まあ、私もっていう皆さんいろいろお分かりしたいこといっぱいあると思うんですけどもね、ぜひまた主の時に、そうしていただきたいと思います。じゃあこれで先ほどと同じように、自由に、あとはお交わりいただいてお残りください。そして、プレゼントこちらの方に、シクラメン、ブルーのシールが貼ってあった大当たりの方々ぜひそれを持ち帰るなり誰かにあげるなりして自由に用いていただきたいと思うので、どうぞどれでもいいんでしょうかね、多分ねいいと思いますので、シクラメンの方をお取りいただきたいと思います。